特集です。多重被災という言葉をご存知でしょうか。ある災害の被害から回復しないままに次の災害で再び被害を受けてしまう、家や職場を直しかけているのにまた壊れてしまう、これが多重被災です。今回元日の震災の復興半ばの能登を再び襲った豪雨、何度も災害に苦しめられている被災者の支援には一体何が求められているのでしょうか。ここは道です。道路です。あまりも危険すぎます。先月21日、能登半島を襲った記録的大雨。輪島市では24時間に412ミリと、これまでに経験したことのない猛烈な雨が降りました。この大雨で13人が死亡、2人の安否が未だ分かっていません。元日の能登半島地震から8ヶ月、復興半ばの能登を襲った大雨でした。地震でちょっと頑張ってやっと抜けて、もうこんな経験したくないと思ってたらまた起きたんで嫌になった本当ね、情けないね。もう再建したばっかりでもう全滅なんで、もう助けてください。本当に助けてほしいです、はい、もう、はい、どうにもなりません。災害から立ち上がろうと踏み出した住民を再び災害が襲う、多重被災が人々の心を蝕んでいきます。目に見える被害ももちろんありますし、それ以上にですね、こう心が疲れてしまうと言いますか、まあ、具体的に言うんであればもう疲れ果てたということだと思うんですよね。まあ多分これは多重被災の非常にこう典型的というか特徴的なあのケースなんであろうというふうに考えております。明治大学の小林秀幸准教授、これまで佐賀県武雄市の豪雨や福島県内の地震などで多重被災における被災者の心理を研究してきました。小林准教授は2021年から能登で毎年発生していた群発地震も被災者の心理に影響を与えていると指摘します。これは小林准教授が去年11月から12月に珠洲市で行ったアンケート調査です。毎年のように発生する震度5以上の地震に対して生活再建への気持ちを聞いた項目では、およそ6割の人が気持ちがそがれたと回答。元日の地震を受ける前の時点で多くの住民がすでに徒労感を感じていたことが分かります。さらにアンケートの分析を進めると、住民らの意識にある特徴があったといいます。例えば助けてもらったボランティアさんがいっぱい来てくれていろんなことしてくれたのにまた壊れてしまったと、まあ、それ申し訳ないんだっていう言葉を我々よく聞いてきたんですね。ですがこういう多重被災の被災地へで調査をしたりしますと、情けないという言葉にそれが置き換わっていくんですね。でこれは明らかに言葉が違いますし、まあ、ニュアンスとか意味しているものがだいぶ違ってきます。情けないという言葉はですね、どちらかというと縮こまるというよりも、もう少し否定が強いんですね。本来自然災害、自然が起こすことは誰にも責任がないはずなんだけれども、それを何か自分がこう何か悪いことをしたのかな、何か責任あったのかなっていうふうにちょっと受け止めてしまいがちになる。そういった情けなさを抱える住民たちに寄り添った形で向き合うことが大切だと話します。被災者の方というのはもう前をそもそも向けない状態に陥ってしまっているかもしれないと、まあ、そういうものを受け止めた上でですね、社会として我々は決して見捨てないと、そこに、様々な支援を投じ続けていくということをメッセージとして、まあ、明確に発信すること、これがまずはですね、一番に大事なことなんではないかなというふうに思います。今日現在豪雨の犠牲者は14人、安否不明者は1人となっています。
さあ、情けないという言葉も出てきたんですが、心の支援についてどんなふうに感じられましたか？いや、そうですね、こう多重被災されている方も本当に何度も何度もこう苦しめられていて、相当心も傷ついていると思いますから、我々は本当できることをずっと何度も何度も続けていくことが大事だなと思いましたね、はい、うん、いや、今までも支援というのは必要でしたし、それによって前を向いて歩こうと頑張っていた皆さんなので、これから先はもっともっと支援が必要だと思います、うん、助け合いが必要ですね。はい、そういうことなんです。では多重被災した人を支援する制度をちょっと見ていきたいと思います。被災者生活再建支援制度というものがあります。家の損壊の程度によって、例えば能登半島地震の場合では全壊だと最大で300万円そして大規模半壊だと最大250万円となっていて、支援が受けられる制度です。これ災害ごとに定められています。しかし今回のような多重被災においては、例えば震災で緩んだ地面に雨が流れ込んできたことによって土砂崩れが起きたり、震災でダメージを受けていた家屋に土砂が流れ込んだことで倒壊したりと、目に見えない部分でも災害同士の因果関係が見られます。そうした多重被災に求められる支援とは、専門家に聞きました。災害がこういくつも重なるとですね、どういう基準で被災者支援をしていったらいいのか、またどんな被災者支援をしていったらいいのかっていうのが、分からなくなってしまうといいますか、混乱してしまう。そう語るのは、能登半島地震の復旧・復興アドバイザリーボード委員も務める大阪公立大学の菅野拓准教授です。それぞれの災害ごとに被災者支援のさまざまな制度が、適用されるのかとかも含めて動くということになるので、そうなってしまうとですね、こっちの家の人は地震でこれだけ壊れてしまってこういう支援を受けれるんだ、でもこっちはなんか同じだけ壊れてるように見えるんだけども水害だから支援がないとかですね、そういったことが実は同じ地域の中で起こってしまって、極めて被災地に混乱を生んでしまう。もう一つ難しいのは、じゃあ前の災害で直していた家が直していたとかまたやられてしまったら、いや前の災害の支援を使ったんだから今回はないですよ、でも困るわけですね。被害は見るときはしっかりと見なければいけないかもしれませんが、やはり支援という意味では分けずに考えていく、そういう対応が求められることだと思います。そのためにはやっぱり何か支援の水準が災害ごとに違ってしまうんだということではなくて、そこをやはり複合的な災害としてどう捉えて支援制度を立てつけていくのか、これが国にも石川県にもすごく求められると思います。なお今回の豪雨では被害の認定のための調査が今週から始まったばかりなんです。まだ被害の全容が分かっておらず、被害者生活再建支援制度もどのような形になるかはまだ分かっていません。ただ多重被災、通常の災害とは違うということで、従来通りの型にはまった支援ではなく、柔軟な支援が求められています。特集でした。